関してはやっぱり手加減しないんで火で炙っていきます。これがビューティー。おい、メイク動画に生アフレコしてみよう。イエーイ。あちそちおちです。りっちゃんです。そしてマリリンです。あ、マリリンやで。昨日の動画でマリリンさんにあのパックね、絵の具パックしてもらってね、今すごいすっぺすべになってもらったんですけど、でもね、まあちょっとまだすっぴんでね、ちょっとこのままだと動画あれですよね、嫌ですね。ということで、まあメイクしてもらおうと思うんですけども、今回はなんとなんとよっちに生アフレコをしてもらいたいと思います。今まで通りメイクを、あ、今まで普通のメイクをしてもらう感じになります。それでは聞いてみましょう。はい、どうぞ。皆さんこんにちは、マリンです。メイクしていこうかね。すげえカッサカサやな。やだ、これあかん。これあの紺色にするやつやな。今日朝歯磨いた歯ブラシでちょっとやっていきますよ。スポンジで塗る方は多いと思うんですけど、私は歯ブラシということで、ここが私のこだわりでございます。見える？みんな、ここ全然違うやろ。これが色を濃くするやつですな。スクイーズで、スクイーズが一番肌にいいんすわ。ああ、直感もええしな。もうポンポンポンと染み込むようにポンポンポン、目の裏も。で、今日もいい感じやわ。すごいいい感じですね。よし、次は眉毛描いていくぞ。 HB の鉛筆でいつも眉毛描いてるんだよ。でも今日は筆だよ。今何色塗ってたっけこれ、忘れちゃった。眉の下に塗っていきます。これ絵の具の肌色でも大丈夫なんで皆さん真似してくださいね。で、これを塗りつぶしていきます。これがビューティー。ほら、奥二重。化粧道具そんなにいっぱい持ち歩きたくないって人はね、濃いめの鉛筆でやるとね、2Bぐらいですかね。こんな感じ。次はこれ、リップクリーム。唇いくわよと見せかけて違うのよ。二重にしていくわよ。はい、乾かして乾かして、ほら二重になったでしょ。目頭を強調していくわ。逆涙袋が大事なの。下のね、袋も大事って言うけど、まあとりあえず上の袋大事だったけど、さっき使ったやつだろうね。しばくの、こうやって目頭をしばくの、こうやって。でも私はこれをなじませていくの、ファンデーションで。でも大丈夫、なじませればいいの。メイクってそんなもんよ。はい、やっぱり私は目に関してはやっぱり手加減しないんで、火で炙っていきます。か、まあ普通のハサミでも大丈夫なんで、こう、はい、まあとりあえずまつげ立ち上がればいいですよね。うえー、よらよらよら。炙ることによってその温度で眉毛が立つと、あら、上がってやろ、立ってやろ。これ普通にマジックでも大丈夫なんでね、上の方を中心に。とりあえず塗っていくね。こうやってちょっとチョンチョンって上に上げんねん、こうやって。ほら、見えるやろ、見えるやろ、ここチョンって上げんねん、こうチョンって。これがポイントやで。ほら、きつい顔なったやろ。ほら、ほら、きつい目なったやろ。やりすぎた。これトイザラスとかで、いや違う、ホワイトデーとかで、あ、違う、つけまくか、これ、あ、つけまやったわ。ほら、かゆいわ。これ手作りやで、ね。これ、3000円です。オッケー、ほら、まつげつけたで。かわいいやろ、ほら、ほら。ビューティーケアあれやで、机がめちゃくちゃやで、今。なんだこれ、ロケット、ロケットペンシルですね、これ、はい。今から涙袋を作っていくわ。下の方の、あれ作っていくわ。これ、下まつげ。ほら、下も大事やで、下も。これ今、アイシャドウ描いてると思うやろ。BS してんねん、これ、隠れ。見えんやろ、鏡で見えんやろ、これ。デュエスしてんねんで、これ、ほら。集中した。世界ライン一番集中せん。失敗した時怖いから。サバンナ渋いやろ。鼻高くすんねん。ほら、こうやって影、ほら、これ結構強めやで。野球のホームベースをイメージして、下にね、こう、鋭利な感じにするというか。これよ、これ。ちょっと何でもいいわ、ペンはもう、ペンは何でもいいのよ。私な、結構 DS やってるから、ペンに慣れてんねん、この質圧というかよ。結構脳トレとかやってた。そう、これしばくやつだよ、しばくやつよ。ほら、これしばく、鼻をこれピーン、ほら。あ、チーク忘れた。チーク、すいません、お借りします。はい、これはチークよ。これ牛の毛よ。これコンシーラー。
チークの上に塗ることがね大切よ。そう、ちょっとツヤ出てたでしょ。ほら、ツヤを出すの。これちょっとパウダー回っちゃってるけどね塗りすぎなぐらいがいいのよ。ここひげあったらね、俺この段階で通過できないから。今日の朝ちょっと剃ってきたねオッケー、リップ使っていきます。こんなオレンジやったっけ。あれ普通赤じゃない。あれ、これ賞味期限だいぶ切れてるわこれ。まあ、バカじゃないわよね、もうこれ。これさらに賞味期限まあまあまあ、ええわええわええわ。はい、完成しました、マリリンです。皆さんいかがだったですか、今回のメイクアップ。参考にしてみてくださいね。それではまた会いましょう。またねー。うん、おいはい、ということでね、メイク動画の生フレコやっていったんですけども、すごかったですね。すごかったかな。全く別のものだったね。だってさ、一番気になったのはもうあの鏡の中でディースやってんのよってやってるわけねえだろみたいな。ちょっと横から見てそう思っちゃったやっぱり何回ファンデーション出てくるんだよ。リップのあたりとかも全然わかんないからはい、ということでね、まあ、男性の方に生アフレコ何まだまだ笑ってる、まだ笑ってる。メイク動画のアフレコをやってもらうので、ね、結構面白いと思うので皆さんもぜひぜひやってみてください。ということで、この動画が面白かったら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、またね、バイバイ。